続いて一押し情報です。今週のテーマは。吉川昔話、耳垂れ様です。昔昔、江の木堂の宝生寺にある。お堂の中に。石のお墓が祀ってあり。村人が耳垂れ様と呼び、親しまれていました。助けは。少し前から耳が痛くてたまらず。村の長老に相談すると。 耳だれ様の上手鉢のお酒を竹筒に入れて持ち帰りおっかさんに耳につけてもらいなさいと言われました言われた通りにすると耳の痛みが治りこの話を聞いた周りの村人もお願いにやってきたとさめでたしめでたし。ということでね、はい、<laughs> 吉川昔話にね耳垂だれ様っての,あの出てるんですよ。 ね、このあの、絵本のね、文章は吉川市美術協会の峰さんが作成した。そうですね。そうですね。私も持ってます。この絵本。私も持ってます。<laughs> <laughs> ね、うん、で、この、耳垂れ様、吉川市に伝わる昔話なんですけど。うん、これ、はい、実際にね、昔はあるんですね。そうなんですよね。ただ、その地元の方の、口から口への。 のの口伝伝えで承だっったて何かこう文章とか絵とかで残ってるわけではない今回あの地元の方の話からたまたま耳みだれ様の存在が発見されたっていうんですか分かったっていうことだったそうなんですねそれこそ私昔話の本で知ったんですけどそれを聞きにじゃあったあそこのねお寺がね実際にあるそうなんでえのき殿宝生寺行ってきましたね。 あそこにあのお堂があるじゃないですかじゃなくてその後ろのあの塔みたいなやつが耳れ様ななんですねそう初めて知った絵本の中ではあのお堂の中に入ってることそうねでも今はねちょっとお堂は小さくてその後ろにあった「宝鏡隠湯」っていう宝生寺のね昔々のとても。 あれじゃあお坊さんのお墓なのかなそうですね私ねだから昔話でね手水鉢があってねあるっていうかそういうふうになってるのかなって思ってたんですけど持ち帰れないんですね今ねまあねお酒は入ってなかったですたね残念でしたでも耳だれ様ってね結構全国に実際にあってここだけじゃない他の地域とかでは 例えばお団子とかね、お水とかなので、蝶ズバチのお酒っていうのはなんか吉川みたいですよ。あ、そうなんですね。はい。はい、割と珍しいのかも。はい、そうなんですよね。れそうね。うん、昔はね、うん、子供が良くなったでしょうね。うん耳が痛いっていうのは今でいうところの中耳炎かな。うん。うんうん でもまあそれをほっとくと難聴になっちゃうていうかね張り合って昔もそういう人がいっぱいいたのかなって思うとやはり耳痛いって言われたらお母さんはどうにかしてあげたかったけどそれを耳だれ様にお願いするしかなかったんですよ。ねねをしてでもそこでねそうやって治ったわけだからもうよっぽどね村の人たちはねそこに行くのがもう当たり前じゃないけどもう神様が治してくださるっていう信仰もあったでしょうね。 そうだと思います、うん、ただねそこの何だろう宝生寺見学に行ってまあそこからねいろんなものがやっぱり見えてきてもともとあのお寺っていうところは、まあ、あの学校みたいな場所でもあったっていうことなんですよね,そうねの寺子屋ね、うん、寺子屋ね、うんうん、なので子どもたちもいっぱい集まってたのかなっていうのもあるしそうねだから村の人たちのコミュニティの場所だったっていうことですよね。 でもきちんとした先生っていうのはまあ当時でいうとそのお坊さんが先生だったから、ねね、読み書きそれはもあったかもしれないし教えてくださるのがお坊さんだったただその今回行った宝生寺の境内にあるお墓の中に、うん、筆子中って書いてあるお墓が筆はあ筆は習の筆でうん子供の子はいはい、はい で「えー、と大中小の中って書いて「筆、うん、子中って書いてあるお墓があったんだけれどもうん、うん、それは何だと思ったらうん、うん、その尊敬する先生のために弟子が建てたあー先生のためにね。うん、先生のために、うん、なのでちょっとそれを見たらね あなんか先生と生徒っていうかそういう関係性っていうのがすごくこう知識のつながりがねまた強かったっていうのもあるでしょうねそういうのを感じましただからやっぱり法教院等もねその耳だれ様だけではなくってやはりのその僧侶のお墓っていうところで、まあ、いろんな意味でなんかいっぱい建てたもんね古いのから。うん まあ最近のもあるのかどうかわからないけどすごく、うん、手を合わせてね、うん、何かをお願いするとかい、ね、あとはありがとうって言ったりとか、うん、そういう対象になってきてたのかなっていうふうにはちょっと思いました。あそうだからだって耳耳垂れ様がね、はい、だって治ったらねお酒二倍にして返さなきゃいけないから 2> <laughs> 2倍返し。まあでもその。 ね入れてくる入れ物も本当ちっちゃい竹の筒だったから、そうね。多分皆さんが思ってる竹の筒よりももっと細くて小さいです。二倍返しって言っても大さじ2杯ぐらいかな。もうちょっと入ると思うよ。で今回取材していてどうでした？今回実際にそのえのき戸の宝生寺の見学に行って、まあそこに耳垂れ様ってどんなものなんだろうって。うん 実はその宋のお墓で「豊郷咽頭」っていう立派なお墓がそこにあったんだけれども高さも4メートルそうねうあの塔みたいななお墓なのね、うん、石がこう積み重なったお墓が、うん、よく今まで地震にも倒れず、うん、そこに、うん、ずっとね耐え続けてっていうんですか、うん、あったなっていうふうに思うとそれはびっくりしました。うん、だけどやはりそれが 耳垂れ様の力なのかなっていうのが確かにまあそのね境内の真ん中で耳垂れ様が見守られている中に高村の人のコミュニティがそこにあって昔はここでねたくさんの人たちがこう集まる乗りどころの場所だったのかなっていうようなそういう姿がね見えてきたよねなんとなく見えてきましたね行ってよかったねうん天気も良かったしね良かったねはい 吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする「金のなまず今週は鈴本とうまでお送りしました。来週もお楽しみに